東大対策。どうもんちゃ、篠原です。今回は東京大学ですね。東京大学を受ける人に向けて、僕だったらこういう風に東大対策するなということについて話します。はい、東大対策ですね。で、まあ、正直僕は東大受かってないです。受かってないんで、まあ、偉そうに語るなっていう話もあると思うんですが、一応偏差値的には受かる大学なので、一応話します。で、東大という大学、まず何を求めてるかっていうと、マシーンです。超容量よく丸々できるマシーンが欲しいです、東大という大学は。で、まあ、それに対して京大は思考力を問うんですけど、東大の場合は、こう来たらこう返すっていうのをどれだけこう正確に早くできるかっていうのを求めてる傾向にあるかなと思います。で、まあ、僕は文系なんで、一応文系として英語で数学、国語、理科、社会ね、これぐらい話したいと思います。で、あ、ごめんなさい、理科はあれだな、国語で、最後社会ですねについて話したいと思います。で、まずは英語なんですけど、これが東大は難しいですね。多分日本で一番難しいんじゃないかな、東大の英語が。量が多い、量ですね。量が多い割に記述問題もバッチリ出る、まあ、あの筆記も出るんですけど、ごめんなさい、あのマークもマークというか選択肢も出るんですけど、記述も出る。で、リスニングありと、で、英作ありと、まあ、もう鬼のような問題ですよね。多分日本で一番難しいと思います。で、僕の、知り合いというか、僕の友達で東大受かったやついるんですけど、そいつ曰く難易度はセンターレベルらしいです。難易度はセンターレベルなんだけど、量が2倍って言ってました。で、あ、そうかもなと思いましたね。文法問題とかも出るんで、あの、そういう意味で言うと難易度はセンターレベルだけど、量が2倍っていうのは正しいかなと思いますね。ああ、そんな感じもするんだろうなっていう印象です。はい、ですから東大受ける人はもうとにかく英語音読で速読力つける、で単語力つけて、熟語力つけて、和訳力つけて、英作力つけてってやることはとにかくあるんですけど、まあね、あの、本当に容量よく、あの、機械のようにパン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 やっていくという力が求められるかなと思います。続いて数学、数学なんですけど、これはね、一番、あの、なんというか、文系だったらウィークポイント、みんなが点を落とすところになると思うので、数学が得意な、東大受験者は多分得です。ただちょっと数学敗点が少なかったと思うんですよ。多分数学80点ですよね。120で確か80しかなかったと思うんで、ちょっと敗点が少ないっていうのはあるんですが、ここちょっと頑張ってください。で、正直、僕の意見ですよ、僕の意見なんですけど、東大の英語を受けよう、東大受けようなんていう連中は英語できます、どうせ。で、国語もまあまあそこそこ対策してるし、社会もどうせできるんですよ。でも数学できないやつ結構います。だからここできるとかなり得なので、数学対策バッチリやってください。で、やり方なんですけど、ここはもう基本ですね、基本に忠実に、東大で昔、下方定理証明せよっていうのが出たような気がするんですけど、そういう、ちょっと変わった問題っていうのはあまり多分出さないです、東大は。で、どちらかというと基本に忠実で、ちゃんと取れるところで取る、で、才能がないと取れない問題っていうのはあんま出してこない印象なので、ぜひね、基本に忠実にやってください。で、青チャートとかそういうの何回もやって、で、青チャートの問題全部できるようになったら東大の問題やるぐらいでいいかなと思います。まあ、応用力はね、多分そこまで求めてないんじゃないかなと思いますね。どちらかというと本当に基本的に数学は分かってるのかお前っていうことを問うてるんだと思います。才能なくても多分いけるんじゃないかなと思います。はい、続いて国語、国語なんですけど、国語は、特徴として古文漢文両方出るということですね。古文漢文両方出るので両方対策してちょうだいということと、まあ、あと現代文なんですけど、僕が、一番東大の、僕東大の問題嫌いなんですけど、特に国語は何が嫌いかっていうと、回答欄が狭いで2行しかない。で、あの、僕が京大で、京大受けるために5行ぐらいの回答欄埋める練習したんですよ。で、あの、僕はそれ得意なんですね。いろんなことをわーっと詰めて、俺は5行やっていうのが得意なんですけど、東大みたいにこれだけいっぱい書きたいのに、たったこんだけしか回答欄ないのかよって問題嫌いなんですね。で、これが、あの、ムカつくっていう人は多分、あの、頑張らないといけない。で、まあ、もし僕が東大受けるんだったら、すごい多分そこ頑張ると思います。自分の持ってるいろんな、書きたいポイントとかをどうやって制限するのか、どこまで書かないのかっていう練習を頑張らないといけないと思います。
で、古文漢文はそれに比べて比較的点が取りやすいかなと思いますね。あの僕東大の問題解いてみたんですけど、そんなにかっていう感じがしました。なんか日本一の大学にしては、比較的おとなしめの問題かなという印象ですね。そんなに変なのは出さない。ただ変なの出さないっていうことは他の連中も点取ってくるっていうことですから、他の連中に負けないように自分の答案を鍛えていってください。で最後、社会なんですけど、東大の社会、僕が知ってる限りは論述ですよね。論述で東大の社会の論述なんですが、これはね、僕の意見としてはめちゃめちゃ対策しないといけないと思います。で理由なんですけど、あまりにも特殊すぎる。で特殊なので、なんていうのかな、能力が必要です。ある種の特殊技能です。で、例えば京大だったら一問一答がいっぱい出るから、それやったら点取れるんですよ。で、例えばですけど阪大とかも確か論述でも普通に一行問題とかだったかな、一行でこれについて述べようみたいな感じだからこれについて書けばいいんですけど、東大の場合資料を読まされるでしょ。でその資料が読めないと本当話にならなくて、でこの資料を読むためにも総合力的なのが必要なんですよね。でこれがね、もう過去問演習でつくのかどうかも微妙だし、ある種のまあ言ったらセンスみたいなのが必要なのかもしれない。で、センスに加えてですね、もともと持っている知識量みたいなのが必要だと思います。ただ知識っていうことだけで言うと、東大の論述はそこまでいりません。で、ですね、例えばですけど早稲田と、東大併願で受けて、しかも早稲田は数学受験じゃなくて社会受験で、すごい細かい知識まで知ってるって人いるかもしれないですけど、すごい細かい知識は多分通ってないです東大は。でそうじゃなくて比較的おとなしめ、簡単な知識でいいから確実に持ってて、論理の流れ分かってて、歴史の流れある程度押さえてて、かつもう過去問をひたすらやってて、論述バッチリ取れますわっていう状態が一番の理想ですね。はい。で、まあ僕がですね、もし東大受けるんだったらどこで点を取るのかっていうことを考えるんですけど、まあもう間違いなくここですよね。ここで、あとは英語かな。英語はまあ三角ですね。一番数学で僕は点取ろうとしますね。一番数学で点取ろうとして、まあ国語ちょぼちょぼ、社会ちょぼちょぼって感じですね。っていう感じでいこうと思います。まあ数学ですよ。僕が東大受けるんだったら数学で点取ります。で、多分ですけど英語ができるとめちゃめちゃ得です。東大の場合こんなに量があるんで、正直大体東大生困ってるんですよ多分。で困ってるっていうことは、自分がもし英語めちゃめちゃできたら点がめちゃめちゃ取れるということですから、英語に、自信がある人はですね、英語もっと鍛えた方がいいかもしれない。であとこれは、難関大、東大も京大も一緒なんですけど、捨て科目作らないでください。で、この科目は捨てようとかあった時点で負けです。で、負けない例外が帰国子女で、帰国子女だったら数学0点でも英語満点通ります。でもそうじゃないでしょみんな大体。ほとんどの受験生っていうのはそうじゃなくて、まあ平平凡凡なんですよ。平平凡凡出した凡人なんですよ僕らっていうのは。で凡人が東大とか京大受かろうと思ったら何振るかっていうと、全教科で点を取ることです。全教科頑張ってください。これもう本当に全教科頑張らないと、難しいです。本当に難しいので気をつけてください。はい。でまあじゃあ僕が、東大が嫌いな理由は、まあこの辺ですよね。この辺、現代文がなんでこんな狭いねん、なんでこんだけしか書かせてくれんねん、もっと俺言いたいことあるのにって思う。で英語もなんでこんなに多いねん、もっと本質的なとこだ聞けやって思うんですよ僕は。で僕はそういうタイプの人間なんです。でなので、正直言って僕は東大の問題嫌いです、苦手です。で苦手だと思う、そういう人もいると思うんですが、どうしても東大っていうんだったらやっぱ過去問かな、25カ年やってください。でまあ僕これ個性だと思うんですけど、多分僕は生まれ持って京大の問題が得意なんですよ。ああいう試験問題が得意なんですよ。で東大が苦手なんですよ。でだから僕は京大の問題25カ年やったらもうめちゃめちゃ解けるようになったんですね。でまあ実際京大向かったんですけど、でも東大の場合、まあ僕で言うと東大の場合、まあ苦手な問題ですね、自分にとって嫌いな苦手な問題を出してくる大学の場合どうしようってなるんですよね。で、これはもう慣れるしかないです。で東大の場合は25カ年ね出てるじゃないですか。25カ年で、この25カ年をとにかく全部やってください。で
全部やって全部添削ですね。社会も添削、国語も添削、数学も添削できれば受けてください。で英語は、記述のところ、要約問題、英作問題、自英作ですね、自英作、和訳問題で、あと長文の解説のところ、あると思います。でこれはもう完全に添削受けてください。でレベルとしてそんなに高くはないです、英語は。ただ量が多いからそこが一番しんどいですね。まあ、それだけ気をつけてください。はい、ということで今回は東大対策ということで僕なりの意見を話しました。ぜひ皆さん東大の勉強は頑張ってください。で、日本一の大学だけあってね、すごく険しい、道だと思いますが、まあ東大という大学は僕は才能よりもどれだけ頑張ってきたかを問う大学だと思ってます。どちらかというとセンスとかそういうものじゃなくて、お前頑張ったかよということを問う大学だから、努力さえすれば受かるんだっていうような大学に多分意図的にしてると思いますので、ぜひね、頑張ってみてください。今回のはこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。まあ東大の英語は日本一難しいですよね、間違いないと思いますね。しかもダントツだと思います。多分ね、数学で日本一難しいのは一つ橋、国語は日本一難しいのは京大で、多分社会が一番難しいのも一つ橋かな、ですね。でも英語はね、もう明らかに京大は東大に問題で言うと簡単ですね。京大の方が圧倒的簡単、東大の方が圧倒的難しいと僕は思います。京大は英語はなんか楽しめるんですよ、楽しめるんですよね。でも東大はねマシンですよね、もう完全にマシン、ネイティブと同じように読まないと絶対間に合わないですね、東大の場合は。まあ京大の場合は本当に知恵比べなんですよね、採点官というか出題してくる大学の教授らと受験生の知恵比べ、っていう要素があるんですけど、東大はあるのかな、なんかもう完全なるマシーンな印象ですね、です。はい、まあ自由英作対策とかね、いろいろやると思うんですが、まあ小手先のことをやるよりもやっぱ愚直に音読するとかの方が多分最終的には効果出ると思いますね。多分東大が求めてるのはネイティブ並みの英語力です。でネイティブ並みの英語力つけるためには音読しかないですから、英作対策やって、自英作対策本一冊やるとか、要約対策本一冊やるとか、まあそれも大事なんですけど、でもそれよりも、音読で、英語力を愚直につけていくっていうのが一番多分楽で簡単なんじゃないかなと思います。最後になりますが、過去動画をまとめサイト作りました。今や投稿してきた動画、体系的にまとまってるんで、よかったらそちら見てください。あと、チャンネル登録してくれると嬉しいです。今後もこういう勉強に役立つ情報をどんどん配信していくので、これからもお付き合いください。ということで、また次回、会いましょう。現在、成績が上がる冊子を無料でプレゼントしています。勉強しているのに、成績が上がらない。いまいち、勉強するやる気が出ない。そんなあなたに、効果的な冊子です。動画概要欄の URL をクリックし、登録フォームから篠原に教えてもいいメールアドレスを教えてください。プレゼント冊子とメールマガジンをお届けします。ではまた次回お会いしましょう。